どうも、中野実験室です。ジャンプの感想です。鬼滅の刃第88話、倒し方の感想です。上弦の6が、兄と妹に分かれた、あるいは、もともと兄と妹だったっていう展開になって久しいんですが、今回のサブタイトルは倒し方です。どのように倒すのか、そして、主人公たちは倒せるのか、そんなところが気になるところです。兄が出てきたことで、むしろその漫画の展開的には、攻略の糸口ができたような気がするんですけど、やはりその上弦と主人公たちの実力差は激しいと言いますか、柱と上弦のバトルの、凄まじさに対して主人公は参加できるのか、そんなことが読んでいて気になります。同時にその伊之助と善逸も敵が分かれたことで、戦いに参加するわけですが、妹の方が兄よりも弱かったとしても、柱抜きでどこまで戦うことができるのか、そんなところは気になるところです。そして今回注目したいのは善逸ですね。今まで寝ている状態で基本的に話すことはなかったんですが、今回は寝ている状態で喋り出しました。これはもうもはや、多重人格というとあれですけど、二つ目の人格なんじゃないかって言えるぐらいの、かっこよさでした。こう話してる内容がこう至極真っ当でシンプルで正しい、そういうのが鬼滅の刃の良さだと思いますが、そのようなことを善逸のセリフから感じました。いいこと言ってます。で、それに対して妹の口調が兄寄りになっていくというか、兄が妹を支配しているのか、そもそも兄も妹も何らかのものに支配されているのか、そんなことを感じる描写がありました。おそらく兄の上弦の力の支配下に妹を取り込んでるんじゃないかという気がするんですが、そのあたりは来週以降に明らかになるでしょう。そしてバトルと続いていきます。どう決着をつけるのかなと。柱一人前線してますけど、主人公たちは苦戦しているわけで、これを何かこう逆転するには、例えばもう遊郭全体を燃やして炎の中で鬼と戦うとか、そのような大胆な作戦が行われるのじゃないかなと予想して読んでおります。あるいはそのしのいでしのいでしのいで朝を迎えると逆転の芽が出るわけですが、夜は長いなんていうセリフがあるわけで、これは一発ワンチャン狙って遊郭を焼くんじゃないか、そのために一般人は今避難してるんじゃないか、そんな風な次回を予想しています。はい、そういう感じで、鬼滅の刃第88話の感想でした。来週もとても楽しみです。またお会いしましょう。さようなら。